まだ私はちょっと大阪にいます。よだれ加減じゃないわ。今日大阪に行ってですね、正解カラオケに配信ができないことに気づいて、そう配信できてないと思ってさ、でカラオケに来て、カラオケだったら配信できるかなと思って来たんですけど、全然カラオケって静かじゃないんですね。想像以上に声が大きくて音が入っちゃうなって思って、今どうしようかなっていう状況ですけど、ちょっとだけでも配信しようと思って配信してます。あのですね、美容室じゃないよ、結構音聞こえますね、隣とかから。あ、ポポありがとう、ありがとうございます。あ、シンさん、ペットさんもありがとう、かわいいわ、ゆびさまさん、さとしさんも、マシュマロありがとうございます。今日はちょっとですね、大阪に来てて、もう、お友達とは別れたんですけど急遽おみちゃん長崎に帰ることになりました。長崎に帰ることになりましたっていうか、まあ、帰ることにしたんですね。そうなので、今から移動するんですけど、もう夜遅くの移動で、しかも飛行機がなくて、そう福岡に一旦降り立つので、福岡から長崎に2時間かなかけて帰ることになったんですよ。だからちょっと今日の夜がもう絶対配信できるあれなくて、そうだからもう今のこの待ち時間に配信をしようっていう気持ちでカラオケに来たものの、思ったより音が響いててあわあわしてます。こんばんは。秋田さん、こんばんは。皆さんこんばんは、コメントありがとうございます。ポポありがとう、ブリットさん、ナイスポポ、ボンベイさんもこんにちは、初訪問の皆さんこんにちは、尾上瑞希って言います、よろしくお願いします。福岡まで迎え来て、福岡に今から行くことにしました。楽しかったよ、京都と大阪、3泊4日で旅行に来てます。楽しかったです。あ、ポポありがとうございます、大好きさん、ナイスポポ、ナイスポポ。そうですね、京都はね、京都の話しようか。昨日はね、京都にいて、昨日は京都にいたんですけど、どうしたらええんちゃう。そう、昨日は京都にいたんですけど、京都でね、京都で、あんまり写真撮ってなくて、実はそう、写真撮ってないんですよ、全然。結構ショックなことに、いっぱい撮ったのに写真が全部なくて消えちゃってて、写真なんでやろう、それも不思議やっちゃけど、あとは単純に一緒に行ったお友達が写真撮るのが嫌いだから、そう、まあ友達と2人で来てるんで、そう、もう私の写真はいっかって。最初はさ、撮ろうって思っとったけど、そう、普通に考えてめんどくさいなと思って、友達の写真を撮りに
旅行に来とるわけでもないしね、そうやけん、そうある程度撮ったけど、何枚か撮ったけど、そんなになんかあれ撮ってないな、そんな一生懸命は撮ってない。そう、写真をさ、あの喜んで撮ってくれるっていうか、好きって言ってくれる人もいればさ、写真あんま得意じゃないっていう人もいるじゃないですか、撮るの。そうだから、今回のお友達は写真そんな撮るの得意じゃないからっていうことで、あんま撮ってない。そもそも一緒に行ったお友達が写真撮られるのが嫌いだから、撮るのも撮られるのも。そう、意見かね、私もね、そう、撮られた撮ってほしかったけどね、リリちゃんいつもこれでね、言い合いしおるもん、言い合いしおるけど、旅行やけん、今回はいいかって言って、そう、めんどくさいよね、確かに写真撮ってって言ってさ、あ、また写真って言ってさ確かにめんどくさいわ。かわいい、ありがとうございます。いや、ほんとなんかさ、あのめちゃくちゃ急遽いろんなところ適当に決めていったからさ、私ももうちょっと計画していけばよかったなって思って、で、昨日はですね錦市場、錦市場っていうところと二条城っていう城と清水寺とユッケのお店と、お肉のユッケのお店とサウナに行きました。美味しかったよ、とっても。で、今日はお好み焼き食べた、お好み焼きとどら焼きと食べました。八橋はね、いっぱい買ったよ、お土産で、けどまだ食べてない。リリちゃんに あのお土産、実家がね、まあまあ近くなんで届けてくれるって言ったっちゃけど、もう私も急に帰ることにしたけん、そう、お土産持って帰る、今から。551のさ、肉まんだっけ、豚まんだっけ、それどこに売っとるん？買い来た、今から。かわいい、ありがとうございます。そう、長崎の絵のさ、あのお土産も買っていきたいし、あ、持っていきたい。551どこよ、それ。新大阪駅か、新大阪駅ってなんとかかんとかですね。お土産話なんかあるかな、そんな、でもね、清水寺が楽しかった。私結構清水寺久しぶりに行ったけど、中学生ぶりに超楽しかったです。あとはね、ちょっと楽しかった、京都大好きになりました。やけん、また今年もう一回ぐらい来たい、家族でっていう話をした、家族と。京都めっちゃ楽しくてさーって、もう一回来たいって言って、また来たいです、京都。うん、景色も良かったし天気も良かったんですよね。雨も降ってなくて、すごい日が照っててね、すごい旅行日和だった、観光日和過ごしやすかったです。清水寺行って、その後ご飯や野菜行って、ユッケ食べてサウナに行ったんだ。そうだよ、晴れ女ですよ。トンネルとかあったっけ。トンネル行ってない。
朝からね、朝活で二条城に行ったんやけど、二条城もね、二条城もすっごい良かった。なんか二条城めっちゃ良かったな、また行きたい。なんかお城が好きになりました。もうお城巡りに趣味にしようかな。お城好きだった。なんか武士になった気分にならない？お城、それでお城で唐揚げ食べました。朝ごはんで唐揚げとポテトと食べて、長崎にお城ないよ、あんまり。あるっけ、長崎は。あるよ、広島じゃなくて島原にある。島原にあるわ。かゆい、やばい、この体勢ちょっときつくなってきた。この体勢きつい状。今日はですね、ちょっと旅行の途中です。まだ帰ってない、長崎に帰ってないんですけどね。今はカラオケにいます。カラオケで時間を潰してるの。ちょっと待ち、いらんわ。あ、いらんって。これどうやって消す？あ、消えた。オゲイ。すいません。暖房がね、いらんけん暖房消してきた。熱っ。じゃ、お土産紹介しようか、私のお土産。でもね、お土産買ってないよ。八つ橋くらいしか。ほぼ。では皆さん、おみずきの京都でのお土産を紹介したいと思います。これです。これで、ここに入ってるのが、ん？ちょっとレシートとか見えてないし、私の顔面ここにあります。私が買ったお土産、じゃーん。で、見えてない顔が、これちりめんさんちょーさしょー、ちりめんさんしょーです。なんかお母さんに京都行くけん京都のお土産買ってこようかって言ったら、ちりめん山椒、ちりめん山椒がいいって言うけんさ、ニトラは幼稚園ニトラやし、そうで、これば買ってきてって言うけん、いいよって言って買ってきました。山椒になります。で、あとはあとは全部、ここにあるのは全部全部八つ橋です。で、こっちにも八つ橋。チョコレートとニッキとチョコレートとチョコバナナとニッキと、ニッキです全部で1、2、3、4、5、6八つ橋を買いました。欲しいですか。あ、全部柔らかい八つ橋にしたんですよ。なんか昔お母さんが硬い八つ橋より柔らかい
橋が好きって言ってたからいっぱい買っちゃった。3種類ですね。チョコバナナが最初見た時なんかそんなあるんやと私も思ったし、なんか美味しいのかなと思って、試食食べたらめっちゃ美味しいじゃんチョコバナナと思ってチョコバナナ買いました。でチョコも結構美味しかったけん買いました。でもどうせおかんは日記が好きやろうなと思っていっぱい日記を買いました。私そもそもその時は長崎に帰る予定なかったから私の分の日記とチョコレートだったんですけど、そう全部で6つになっちゃったよ。これさ賞味期限ってどんくらい持つっちゃろ。全然持たんやん。そうなんですか。八橋ってこんなに賞味期限短いの。3月22だって。今日何日ですか。子が食べきらんやろ。私2ヶ月ぐらい持つんかと思ってた。短いね。そっか、皮の八橋は持たんのか。あ、生やけん。そっか。あ、からかさんマシュマロありがとうございます。そうなんだ。こんなに賞味期限短いとは知らんかった。やばいじゃん、こんな食べきらんよ私お土産に持っていこうかな誰かに。じゃん、うーん、誰、なーちゃんとかいるかな、幼馴染です生ものか、食べんといけんね。すぐそういわ6個も買っちゃった。マジかい、マジかい。でもね、皆さん聞いてください、私はもともとすごい基本的に小食で、小食かつ基本ダイエットをしてるの、常に私はダイエットをしてるものですから、ご飯をそんな大量に食べないんですね。でもこっちに今旅行してるんだけど、旅行中ずっと食べてて、ご飯いっぱい、結構お腹がね悲鳴を上げてますよ。なので長崎に帰ったら一旦ちょっとダイエットっていうか控えます気持ちいい、控えたい。だって2キロ太ったんだよ私。46キロぐらいになってた、この間45ぐらいかな。はい、待っててね長崎のお母さん、お兄ちゃん、お父さん。お兄ちゃんっていうのは双子の相方です。お土産持って帰るけんね、待っとってね。つぶふってこれ持って帰ります。長崎と思ったんですけど、あ、これ音消しちゃったんだ。あれですよね、確かなんかめんどくさくてショールームダメだったっけ、歌ったりしちゃう。ダメなんだっけ、いいんだっけ、ちょっとよくわかんないんだけど、まあアカペラなら何言ってもいいでしょねえ。あれ、これ音入ってるの。あー入ってない、入ってないじゃんか音。ちょっと待ち、あ、わかった、これか。あー、これだね。なんか音入っちゃった、これオンにしたら、オンにしたら、ね、ちょっと難しい。こんばんは。長崎には結構頻繁に帰ってますよ。頻繁に帰ってるんですけど、今回は正月ぶりとかなんで、1ヶ月ぶりですか？お正月ぶりなんで。はい、マイクはちょっと音がうるさいので消します。音は消しまして、音はじゃあマイクは消しました。
帰ったらゆっくり配信したい、たくさん。あ、こんにちは。マイクが私を拒否してる？なんやと？なんやと？交通費ね、そうなんですよ。交通費はかかりますね、とっても。やけど、普段ね、長崎じゃない、東京にお友達が全くいないので、遊ぶことないの、友達と。ディズニー行ったりとかもせんし、友達とご飯行くこともないし、そう、遊ぶことはないから、まあ飛行機ぐらいいっかっていう。確かに自転車で帰ればいいよね。本当や、飛行機のさ、もうなんか年パスみたいなのないかな。こんばんは、西谷さん、こんばんは。皆さんちょっと何時か誰か教えてください。今何時？レミタン東京にいる？本当？じゃあレミタソ、あ、レミタソなんか来てたの、そういえば連絡、遊ぼうって。そうでしたか、東京にいるんですね。え、4時半？嘘ばっかり、19時やろ。9時半か、19時半か。ん？そうなんです、飛行機ね、マイル貯めてなくてさ、貯めたらめっちゃ得だろうけど、全然貯めてないんよ。あ、ひなたの人さん、ありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。26分か、寒いな、ちょっとだけ。変なとこから配信してるもんだから変な体勢になっちゃう。みんなはもう仕事毎日大変でしょう、かわいすぎて。何言ってるんですか、本当に。ゴールドカードあればなるんですけどね。ゴールドカードか、乱日買いたいけどね。私結構いつも飛行機ギリギリだからな。うわ、ハートいっぱい、ありがとう、ありがとうございます。昨日ね、銭湯に行った。銭湯、温泉の銭湯、気持ちよかったですよ。めちゃくちゃめっちゃ銭湯良かった。こんばんは。銭湯に変な人いた。変な人じゃないけど、なんかすごい厳しいおばちゃんに怒られた。なんかすごい理不尽に怒られた。理不尽じゃない、理不尽かも、え、わかんないんだけど、私なんかなんかそういうルールなのかなと思ったんですけど、温泉さあるじゃん、温泉のさ、なんか温泉がこうあるとするやんか。そしたらさ、温泉ってさ、体まで浸からんといけんみたいなルールあるっけ？そんなルールないですよね。で、なんか、サウナ終わって、水風呂に行ってたのね、お友達が。で、私、水風呂入れないんですよ。あのキンキンに冷えたさ、水風呂入れます？皆さん。私、水風呂入れんくて、あ、マイマイさん、マシュマロありがとうございます。そうで、私水風呂入れないから、お友達が水風呂入ってるところと入ってるところ時に、私は足まで入ってたの。そうで座ってたのね。そうそれけんか、腰も泣いてないか、だんだんってあるやん、だんだんってこうあるやんか、温泉のお風呂のだんだんで、だんだんのとこに座って足だけ水風呂使ってたの。そしたらさ、なんか怒られた。そしたらなんかさ、足湯みたいな感じで足水湯してたの。そう、水湯とは足水風呂してたの。そしたらなんか怒られました。なんかなんて言われたんだっけ、
なんかダメ、なんかダメだよみたいな言われて、そう邪魔ですよ、邪魔とかじゃなくてなんかそれは良くないみたいなこと言われちゃって、えってなって、えダメ、どういうことと思って、出入り口とかさ、出入り口とかなくない温泉に温泉に出入り口とかないじゃん普通に、出入り口なくてとかなくて、そう端っこだからさ人が通るかけん私端っこに寄ってたのにさ、全然関係ないじゃんあなたには思ったけど、あのダメだよとかなんか怒ってきたのね。そうで、あなんか怖い人もいるもんだなと思って逃げたの。そしたら別のなんか友達、その友達みたいな、で久しぶりですねっておばちゃん同士が喋り出して、でなんかおばちゃんが、ま、私その友達のおばちゃんが全く私と同じことやってて、同じとこ座ってるやん おばちゃんもって言って、なんであのおばちゃん、おばちゃんには何も言ってなかったけど、なんか怒られた、なんでか分からんけど、で何がダメやなんやろ今のって言ってから、でちゃんと不思議やねって、でもなんかねすごいねプリプリしてたよ、あのなんかプリプリイライラしてたそのおばちゃん、サウナの時点でサウナの時点でなんかちょっとプリプリしたおばちゃんだった。え全身つからんといけんのかな、そういうルールなんかな、そう温泉の段差のとこに座ってたら、座ってたっていうかあの使ってたの足を、足使ってたら、あのなんか全部疲れって言われたのかな、 そこは座っちゃいけないよとかなのかな、そんなことないよね絶対ね、そう手すりとかあるならわかるけどね、ないないないな、そんな手すりとかないよ、ピーッと笛吹かれ、笛は吹かれてないけどパパありがとうございます、ルールブックわかんない、でもなんかあそう今ねちょっとカラオケで時間を潰しております。え嫉妬したの、若いからってえ若いけんってでさ、あもしかしたらね思ったらなんかそうなんかなんかその人そのおばちゃんはみんな押し切ってたから、あなんとかさんお久しぶり、なんとかさんお久しぶり、なんとかさんって言っていろんなもう入ってくるおばちゃんたちにもうみんな声かけてたから、なんか旅行で来てた私たちがなんか知らん若者入ってきてちょっと嫌だったのかなとか思ってそういうことかなとか言って話してたけど、だって普通に温泉入ってたらさどけてって言って怒られちゃった、聞いてって言ったわけじゃなくて、なんて言われたんだっけな、その疲れ方ダメだよみたいに言われて、そんなわけないでしょって言い返そうかと思ったの。ヒゲダン、これヒゲダンなんですか、そうサウナ、ってかなんかそもそもすっごい狭いサウナだったの、そうだから多分私たちがサウナ行ったらマット、そうみんなね狭かったからみんなでこう循環してたからさ、あそういうことか、ただでさえ狭い人に来るんじゃねえよって言われたのかな、なんかルールあったのかな、そうなんか縄張りじゃないっていうそう主っていうの、なんか指定席だったのかな、知らんよそんな、知らん指定席とか主なんか、そうだよ、ね、お金払ったしちゃんと、一元さんって何それ、でもねその人ねすごいね厳しかったけんさ、私あの
あすごい、なんかここの銭湯はすごいルールが厳しいんだと思ったら、あんな狭いサウナでめちゃめちゃ喋ってたからさ、いやめっちゃ私にあそこに座らんといてって言ってきたくせに、サウナでそんな大きな声で喋るんかい言いそうになったそこはいいんだと思って、難しかった、ルール難しかったよ。サウナでさ、お話なんかコロナ感染とかもあるからさ、あんま喋っちゃいかんよっていう温泉あるじゃん、結構てか大体そうじゃないですか。そうだからサウナはもちろんルール厳しそうやけんさ、ちょっともう喋らんやろと思っとったらめっちゃ喋ってた、友達とそのおばちゃん。私長崎です、九州なまり。すぐ話しかけてる。あ、確かにすごいいろんな方が話しかけてくれた。マーキングしてたの？マーキングって場所取りみたいな感じだよね。そういうことか。じゃああの方の場所だったのかな。そうちょっと私が知らんまで。九州です。ユバーバだ。自分には甘いの甘かった。何歳ぐらい、分からん、50とかじゃない、大人、いや大人じゃん、いやなんかルールがあるのかなと。ルールはね知らんよね、初めて行った人はね。え、九州で地震あった、今から九州帰るっちゃけど、好きよくると私がおばあちゃん連れて行きます、お願いします。本当に本当よ。ポポありがとう、中心さん丸すぎて邪魔だ。あ、そういうこと？そんならそう言ってくれればいいよね。だからさ、なんでダメだったのかが全然わからんくて、なんか悲しかった。ダメな理由がわからんかったな、最後まで。え、歌わんよ、全然歌わん、歌ってよ、歌っちゃダメ、歌っていいとっけ。そうそうそう、だからあの常連さんばっかやみたいやったけん、みんな知り合いやみたいやった。難しいよ、そんな言われたって。50歳ぐらいのあの結構なんかサウナみたいな感じだった。サウナから出てきて私たち、あ、そういうことか、サウナから出てきたタイミングでうちらが水風呂にいたからちょっと気に食わんかったかなそういう時に会えた。まあ、でもそう、最近ショールーム始めたんですよ。フォローしててください、皆さん。もう少しで700人なんで、フォローよろしくお願いします。フォローしてってね。出てから何飲んだの？お風呂出てから、水です。こちら最近ね、炭酸飲んでお腹壊したんよ。そっからね炭酸飲んでない。ピンクカミラさん、マシュマロありがとう。鹿児島なの？私長崎よ。可愛いでしょこの服。この服は可愛いですよ。これはね、ここで紐が結べるようになってる。うわ、この人たち長崎人やけん怒っちゃおうって。いや、全身見える。あ、これ全身見る。いや、見えるかな。普通の見えは普通のワンピースでございます。普通のワンピースだよ。カラオケはだから時間つぶしですよ。飛行機まで、飛行機がもうちょっと夜遅くの便なんで時間を潰しております。一人で時間を潰してるの。うわっ、魚粉豆でさ、ポモたくさんありがとう、ありがとうございます、ありがとう。ピンク髪をさちゃんこれ魚粉豆でさ、何頼んだ？ナンバー？あ、カラオケで？カラオケで？
カラオケではね、カルピス飲んでるよ、今。炭酸も飲まんも、うまく壊したけん、こないだ。ありがとう、ギョフマミリさん、ポポたくさんありがとうございます。あ、ゆみゆみさんもフォローありがとうございます。あ、皆さんフォローありがとうございます。長崎出身23歳、尾上瑞希です。今イベント参加中です。よかったら応援よろしくお願いします。フォローもよろしくお願いします。ちょっとね、ゆっくり。これは何の歌ですか。知らないな。フォローしてるのぜひ置いてください。いい子いい子いい子だ。あ、どっちゃん、どっちゃんもありがとうございます。ほぼーありがとうございます。ありがとう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 ございます。嬉しい。こんばんは、みやこぶるさんも。ね、わかんない、何の曲やろ。かわいいも、ありがとう、ありがとうございます。大好きさん、かわいい、かわいい、かわいい。ライトとかないけんさ、やった、かわいい。え、長崎なの。今から長崎帰るけん待っとてね。今日は今から長崎に帰ります。その飛行機待ちの時間でございます。今しおみさんフォローありがとうございます。ナイフォー、負けないで、いいよ、負けないで、もう少し、最後まで走り抜けて。え、これで合ってる。どんなに離れてても心はそばにいるわ。なんだっけ、わかんない、この後の歌詞。たた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 た、ありがとうございます。 TBS で見れる、で TBS で出れるの。出るんだ、出たいんだよ、リポーターやりたいんだよ。お洋服似合ってます、ありがとうございます。今日のお洋服のポイントはここかな。この大きな襟が好きで買いました。あ、そうそう、もともとアイドルちょっとだけだけどやってました。みやこぶるさんもポポハートありがとうございます。そうだよ、あのね、あれ、ちょっと待って、コメントずれちゃったよ。あ、木立さん星ありがとうございます。あ、大輔さんありがとうございます、ありがとうございます。何やったっけ、ミラーボール。長崎で待っとる場合って、待っとって。マッキー、マッキーさんは歌ってないよ。何のイベントあんね、アシスタントリポーターのテレビの出演をのイベントあ、うまくなった、やった、褒められた、嬉しい。ダンダンも好きだよ。カラムーさんもハートありがとうございます。そう、これはね、マイク入ってないもんね。なんか確かショールームで歌歌ったら申請せんといけんのよ。そう、申請がめんどくさいけん歌わんだよあ、知ってました、ショールーム、アイドル時代も。レフェリー、あ、お久しぶり、久しぶりやんか、みちゆきおじいちゃん、久しぶり。長崎帰ったらサッカーするよ。愛してますって、嬉しいこれさ、マイクどうやったら入るんだっけな。入らないよ、入らないわ、私が消したんだもん、さっき。カラオケしても怒られない。あ、でもさ、カラオケだったらいいんじゃない、申請しなくても。あかん、申請せんときは、申請めんどくさくない、やったことないけど一回も。かわいい、ありがとうございます。アカペラだったらいいんだね。私アカペラ歌えないよ、だって歌詞大体覚えてないけんな。アカペラで歌える曲は、あ、エビサマさん、かわいい、ありがとう。あ、
ミルクルさんもありがとうございます。こんばんは。あ、時間さ、あのさ、8時になったら教えて。8時になったら切るわ。こんばんは、ミラクルさん、さん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 。みゆきがあのアカペラで歌える曲はね、ガンバンランバンランデンカンデンガンバンランバンガンバンランバンあちゃこちゃガンバンランバンって歌しか歌えん。青ペラ？あ、なんだそれ。あやしひるさん、こんにちは。あと4時間？嘘やろ、私を飛行機に乗せん気やろ、それ。ナンバンナンバンナンデンカンデンガンバンナンバン。ウェイトさん、ありがとう。ガンバンナンバン、おいちょこいちょ、ガンバンナンバン。ガンバナンバン。マイクの持ち方のこだわりありますから。ブリットさん、ありがとうございます。ミラーボールー、ありがとうございます。マイクの持ち方のこだわりなんてないですよ。こう持つか、こう持つか、こう持つか。だってずっと見てて見てて。ダメ、帰らせて。帰らっちゃけ、長崎。あ、ミヤカブルさん、ありがとうございます。クマ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 いただきました、ありがとうございます。あ、マグロさんもありがとう。ポポありがとうございます。グッドポーズ、アディがポポ、あ、ポポ。相方が迎えに来てくれる、そう、相方が来てくれると。ありがとうございます、マグロさん。たくさん、ありがとう、マグロさん。マグロ大好き。マグロもサーモンもイカもエビも好き。存在感あるね。え、親指？ありがとう。爪が長いけんじゃない？最近爪がめっちゃ長いの。私ね、指ね、長いんだよ、結構。でも手はちっちゃいの。長崎で配信できる。かなき何時間撮った？ね、3時間やったかな。結構いるのよ、私今ここに。おにしくん、クマありがとう、クマありがとう、クマ。私ね、ここに結構滞在してて、リリちゃん一緒に来た、旅に来たお友達が飛行機が早かったんですよ。そう、だからもうずっと一人で寂しい。そうね、それはある。ここが短いけ長く見えるっていうのはあるよね。あ、ポポありがとう。フイティさん、ポポ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 ありがとう。ありがとう、ポポ。大谷翔平マリンの出迎えあるかな。え、ナイト空港で、みんなパシャパシャされるんじゃないの。私のもパシャパシャするんやないの。長崎空港で待っててください、記者の皆さん。あ、違うわ、長崎空港じゃない、今日高架空港やわ。大谷さん、大谷さん、あれですね、あ、すごい、奥様を公表されたらしいですね。知ってるし、それぐらい私でも見たし、ツイッター見たよ。え、じゃあ、そう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 、こんばんは、こんばんは、皆さん、ふみさんもこんにちは。おみずきじゃないじゃん。え、ちょっと。ちょっと、私じゃなかった。よく見てみ、お姿あるかもしれん。空港空港で見た握手。空港空港行きます。なんで言うわ、長崎で。なんでって。帰省たい。帰省たい。相方のいるだけ、肩割れるのが長いですけど。もう結構
あ、どうだろう。でも相方、なんか彼女ですかって言われることは、まあ、あるで、あるっちゃあるけど、みんな言わんだけど思っとるんじゃないかな、思っとるんじゃないかなって思うよ。まあ、言われることも多い。なんかやろう。でもまあ年に、10回ぐらいはあるよありますね。あのお買い物とか2人で行くと店員さんにそう言われちゃう。この間もさ、病院でコロナになった時に、あの奥さんって言われたもん。最近はもうなんかそういう年ですか、奥さんって言われちゃったよ。韓国の水木ファンです。アンニョン、アンニョン、カムサハムニダ、オミちゃんイムニダ、サラヘヨー、マシソヨー、ペコパヨー出待ちして名前やたし渡していいですか。ダメです、私の生八つ橋取らないでください。懐かしい曲、え、何歌ってないし、私日本の水木ファンです。あんま、あんまその私の アンパンですか。うん、バスで帰る福岡から。なんか奥様ですよ、奥さんって言われちゃった。はじめまして、マー君こんにちは。私の提携分野ないか、それは。高見田さんですよ、この高見田さんがお話ししてる。あ、皆さんこんにちは。次は何の曲かな。なんか曲入れてみる。もう申請するわ、1曲だけね、1曲だけ申請してみよう。じゃああれでいい、ドラえもんでだって歌詞見れんもん、歌詞見らずに歌える曲、ドラえもんでいい。だって歌詞わからんもん、何の曲も歌詞わかんない。デーモン君何歳、何の歌がいい、1曲だけリクエスト、リクエストを募集してます。早く早くリクエスト、あと30秒以内に誰か。森の熊さん、森の熊さん、ある日ってやつか。じゃあもうドラえもんですよ。呼んだらいいね、エラーカラオケないよ。だんだんいいですね。ごもきなもき、ごもきなもきってやつ。じゃあちょっと待ってね。ドラえもんなんて私歌ったことないんだけど、一回は一回は歌ったことないし、まあ一回は。
歌なのこれ。もう消す。よくわからんけどこの歌。もう終了だ。これはもうわからん。もう難しいわ。私が知っとる曲なんもないやん。ドラえもんも歌え。2番知らなかったね。こんばんは。嬉しい。シミヤンさん、わまた再会ですよ。嬉しい。眩しい笑顔に当てない
消せばいいか。え、楽しかった。だんだん心火が出てくって楽しかったよ、めっちゃ楽しかった。センターみたいな、またされちゃう。え、すごい !90点、90点ぴったりだった。やったね。じゃあもう終了、カラオケはここ21時までだからね、もうおしまい。おしまいですね。リクエストした方ありがとうございます。してくれた方ありがとうございます。拍手もありがとう、アリさん、ありがとうございます。目がまん丸だ。そう、よく言われます。よく言われる。私目丸いんだよね。90万点だって。え、じゃあドラえもんとどっちが良かった。はい、突撃。何なの突撃、何の道具で突撃する。どこでもドアかと思ったら突撃だって。あんなこといいなできたらいいな、あんなことこんなこといっぱいある。あんな夢こんな夢だっけ。だよね。ヘビローテーション歌う。ヘビローテーション人気ファンが突撃したわ。だってヘビローテーションやったらさすがに歌詞なんて見らんでも歌える。
わーいわーい、楽しかった。おみじローテーション。わっ、あさみさんもありがとうございます。どっしょいどっしょい。 I want you です。ありがとうございます。ではでは、ランキングを読みたいと思います。ランキング読みます。第13位、日向の人さん、ありがとうございます。あ、せっかくだけマイク通過を。第12位、ふみてぃさん、ありがとうございます。第11位、中心さん、ありがとうございます。第10位、マグロさん、ありがとうございます。第9位、ギョフマベネさん、ありがとうございます。第8位、みやこブルーさん、ありがとうございます。第6位、ドチョ。第7位、ドちゃん、ありがとうございます。第6位、にしくんさん、ありがとうございます。第5位、えびさまさん、ありがとうございます。第4位、あーりさん、ありがとうございます。第4位、あーりさん。第3位、ブリットさん、ありがとうございます。そして第2位は、キドッチさん、ありがとうございます。そして第1位は、大輔さん、ありがとうございます。わーいわーい、ありがとうございます、大輔さん。てなことで、皆様本日は急遽ちょっと騒音というか、騒音じゃない、結構音がうるさい中配信見てくださってありがとうございました。初めて外出先で配信をしました。今から私は長崎に帰ります。次は実家から配信したいと思います。皆さん楽しかったです、ありがとうございました。ではでは、また長崎でお会いしましょう。バイバーイ。じゃねー。ありがとうございました。あ、皆さんフォローよろしくお願いします。